保険料納付率ですからもう崩壊してると、まあ、こういう単純に大体皆さんそれ知ってますよね、あの読みにされてますよね、しましたよね、そういうことがマスコミで言われてましたから、多分皆さん大多数の方がそれもご存知だと思うんですが、これがじゃあ果たしてどうかと、年金本当に崩壊しているかというとですね、これはね真っ赤な嘘なんです。絶対そんなことはありえません。なぜならばこれからご説明しますけれども、年金が 60% ですね、の納付率ということはいかにもそれ本当に半分ちょっとしか払ってないんだから、これは年金本当に崩壊しているというふうに思いますよね。だけどもそれは真っ赤な嘘だということをご説明します。まずですね、現在ね、1億2000万の大体人口の中で、要するに厚生年金とかいわゆる公的年金、国民年金、厚生年金、いろんなこの公的年金に入っている方、生命保険なんかの、これは違いますよ、私的年金、これは別ですけども、公的年金に入っている方が、現在ですね、約7000万人います。7000万人います。で、この7000万人の内訳を見ますとですね、まず第一号被保険者と言われる人、これは何かというと、自営業の方、農業の方、それから学生さん、こういった方がね、第一号被保険者と呼んでます。これは何かというと、国民年金の第一号被保険者なんです。で、国民年金、実はですね、国民、これちょっと分かりにくいんですけども、先にじゃあちょっとこれを説明しましょう。裏のですね、2枚目の、この、屋根の家 の図があります。これをちょっと見ていただきますとね、実はですね、第一号被保険者というのは、まあ、左側の方なんです。で、これはですね、まず国民年金が1階部分にありまして、まあ、これ一般的なんです。だけども国民年金だけでは足りないという、将来足りないんで、国民年金基金とかですね、確定拠出年金とか、こういったものに任意で入っている方がいらっしゃいます。こういう方がですね、第一号被保険者、これは、自営業の方、それから医者、お医者さん、弁護士、それから、まあ、自営業の方ですね、農業の方、それから学生も含めます。で、第二号被保険者と第三号被保険者、第二号被保険者というのは実はサラリーマンですね。サラリーマンと